どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度、問51から問60までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひお使いいただきたいと思います。はい。それでは、早速、始めていきましょう。問い51番です。引き続き、薬事関係法規のところです。皆さん、大丈夫でしょうか？この1個前の動画でもお伝えしておりましたが、特に皆さん、この法規に関しては、皆さんを引っ掛けようとしてきますので、引っ掛けポイント、いろいろ確認していきましょう。さらには、今前に出したようなですね、キーワードなども押さえながらですね、今どういうことについて言ってるのか、ということをですね、しっかりと理解しながら話を進めていきましょう。はい。ということで、問い51番、店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということになります。はい。ということで、まずは店舗販売業のことについてお話をしておりますので、そのあたりでいろいろ見ていこうかと思います。はい。ということで、答えはですね、3番が正解となります。3番が正解ですね。まず、A、B は正解です。A、店舗販売業者とか、店舗管理者とかっていうことについて言ってますので、このあたりはなんとなく大丈夫でしょうか。そして C、店舗販売業の許可を受けた店舗では、薬剤師が従事していれば、調剤を行うことができますよとあるんですが、調剤を行うことができるのは、あくまでも薬局のみです。薬局のみです。なので、薬剤師がいようが、店舗販売業では、調剤を行うことはできませんので、C は誤りとなります。はい。そして D は正解なので、3番が正解となりました。では次行きましょう。問い52番です。法に基づき、店舗販売業者が行う、要指導医薬品または一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供などに関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。ここもまた店舗販売業者が、行う、要指導医薬品、そして一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供です。いいでしょうか？ちょっと繰り返しましたけど、そのあたりキーワードしっかりと拾っていきましょうね。はい。ということで答えはですね、こちら5番が正解となります。A なんですが、第一類医薬品を販売または授与する場合には、その店舗において、医薬品の販売または授与に従事する薬剤師または登録販売者に書面を用いて必要な情報を提供させなければならないとなっていますが、第一類医薬品の販売に関しては、薬剤師のみでしたよね。薬剤師のみでした。登録販売者は第一類医薬品の販売をすることができませんでしたので、なので、ここ書面を用いてとかっていうところももちろんポイントになりますし、あとは提供させなければならない絶対的な義務になりますので、でまあ、そういったところを気をつけていただきたいんですが、特にここでは、登録販売者にというところが誤りになりますよね。はい、なので A は誤りです。そして B は正解。そして C、要指導医薬品を販売または授与する場合には、情報提供を行った薬剤師の氏名及び住所を購入者などに伝えなければならないよと。これ違いますよね。薬剤師の名前とかは言ってもらって全然いいんですけど、住所とかはダメですね。そうですね。なので私ここに住んでいますからとかっていうところでは、ね、それ、なんかラブレターみたいな感じになっちゃいますよね。ダメですので。なので、住所ではありません。なので、例えばですね、店舗の名称だったりとか他にはですね、あとは、店舗の電話番号とか、そういったような情報はですね、伝えていただきたいと思うんですが、薬剤師の住所とかはいりませんので、C は誤りとなります。はい、そして D は正解なので、5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い53番です。薬局における要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A、購入者の利便性などを考慮し、薬効分類が同じである、第一類薬品と、それから要指導薬品を区別することなく陳列ダメでしたよね。しっかりと区別して、陳列しなければいけませんでしたので、A は誤り。そして B、C、D は正解となります。特に B は大丈夫でしょうか。
気をつけていただきたいのは、指定内燃類薬品を、薬局などの行動設備規則に、規定する情報提供を行うための設備から8メートル離れた場所にある鍵をかけた陳列設備に陳列することができるよというところなんですけど、これ指定内燃類薬品に関しては、7メートル以内というものがありましたよね。そうなんですよ。7メートル以内で、じゃあ8メートル、これバスじゃないですかって思うんですが、いや、8メートル以上離れたところでも、鍵をかけたところは、これは、OK だったので、なので、そのあたりですね、間違いやすいので、十分もう一度ですね、定義、しっかりと確認しといてあげてください。鍵をかけていれば OK なんですよ。なので、7メートル以上のところ、8メートルとかのところで鍵かかっていればそれはいいので、はい。ということで、そんなところですね、ぜひ気をつけていただきたいので、この B ちょっと引っかかりやすいので気をつけておいてあげてくださいね。はい。ということで、答えは4番が正解となります。はい。では次行きましょう。問い54番です。法の規定に基づき、薬局開設者が第一類薬品を一般の生活者に販売したとき、書面に記載し、保存しなければならない事項として正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は丸いいですよね。そして B、販売した医薬品の使用期限、これは書かなくてよかったですよね。そうなんですよ。なので、B は誤りですね。そして C は正解。そして D、購入者の氏名。これもいらないんですよ。ということで、これ B と D が誤りで A と C が正解となりますので、このあたり、もう一度ですね、書面に記載しなくちゃいけない内容、どういうものかというところをしっかりと確認しておいていただきたいと思います。はい、ということで、問い54番は2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い55番です。医薬品、医療機器等法に基づく、薬局における掲示に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、掲示事項に関するなんですね。要は貼っとかなくちゃいけない、こう掲示しとかなくちゃいけないような内容について解いています。ということで、答えは5番が正解となります。 B のみが違いますね。じゃあ B は薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の氏名および、勤務年数を掲示しなくちゃいけないよと。この人、勤続30年の、いや、そこまでいらないです。いらないです。名前とかは必要なんですけど、その勤務年数とかは必要ございませんので、なので、B は誤りですね。はい、ということで、5番が正解となりました。ということで、次行きましょう。はい、次、56番です。法に基づく薬局における特定販売に関する、次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、特定販売について出てきました。特定販売に関しては、まあ、いわゆるインターネット販売と理解しておいていただいてもいいと思います。例えば、それ以外にもカタログ販売とかコール販売とかそういうものもいろいろあるんですけど、まあ、インターネット販売が一番イメージしやすいと思いますので、そういったところに関する内容ですね。はい、ということで、答えは5番が正解となります。A、特定販売とは、その薬局における、その薬局以外の場所にいるものに対する一般用医薬品、または用指導医薬品の販売、または需要を言いますよとあるんですが、A、これ、用指導医薬品は特定販売売っちゃダメなんですよ。そうですよね。なので、一般用医薬品は OK でした。でも、用指導薬品はダメなので、なので A は誤りです。あとは薬局製造販売薬品とかありましたけど、まあそういったものもありましたよね。はい。ということで A は誤りですね。それから B、特定販売を行う場合、当該薬局以外の場所に貯蔵し、または陳列している一般用医薬品を販売または使用することができますよということで、これ×なんですけど、なんでっていうと、お店をちゃんと構えていて、そこで、要は薬局だったりとか店舗販売業などのお店を構えていて、そのお店の中に、お薬が貯蔵だったりとか陳列しているものを、特定販売で売るのはいいんですけど、例えば1キロ離れた倉庫のところから、そこから配送しますよ。それダメなんですよ。なので、必ずその許可を取った敷地の中のお薬のを、特定販売にしていくということが、条件となりますので、なので、これ、当該薬局以外の場所というところが誤りとなります。はい、ということで B 誤り、それから C ですね。特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告する場合には、ホームページに、
現在勤務している薬剤師または登録販売者の別、その、氏名及び写真を掲示しなければならないというところで、C、確かに名前は書いてほしい。けど、写真が×です。あ、この人すごく綺麗な人がいるから行っちゃおう。いや、そういう、まあ確かに、ごめんなさいね。確かに、写真とか載せてもいいんですけど、載せなければならない。表示、写真を表示しなければならないって言われたら、別に表示する必要はございません。名前は書かなくちゃいけないんですけど、写真まではいりませんので、なので C は誤りとなります。はい、そして D。特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告する場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真、必要ですね。それから薬局の位置を示す地図を表示しなければならない。確かに地図があったらすぐに行けますけど、でも、地図までは別に表示しなくちゃいけないよっていう義務はありませんので、なので、地図の表示しなければならないというところが誤りとなります。はい。ということで、5番の、全部が、誤りという、内容となりました。はい。では次行きましょう。問い57番です。医薬品の販売方法などに関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A、B、C 正解、それから D なんですけど、購入者の利便性のため、効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することが推奨されてますよ。これダメですね。効能効果が、重複する。ダメですよね。それで、乱用につながってしまったりという恐れもありますので、なので、確かに購入者の利便性を求めることは重要なんですけど、効能効果が重複してしまったりとかっていうことは好ましくありませんので、D は誤り。ということで、答えは1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い58番です。医薬品の広告に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A、ごめんなさいね。A、漢方処方製剤の効能効果について配合されている、個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することは広告として適当でありますよとあるんですけど、これ不適当でしたので、各々のですね、生薬の作用をですね、個別に挙げるっていうことは好ましくありませんので、ここのところ A は誤りです。それから B は正解。それから C、一般用医薬品の広告には店頭に設置されているポスターやステッカー、これも含みますので、これも広告に含んじゃいますので C 誤りです。それから D、 医薬品の安全性について最大級の表現をすることはダメです。これもダメですので、D も誤りとなります。はい。ということで、4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い59番です。次の記述は法の条文であると括弧欄に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらもですね、答えは5番が正解となります。これよく出てくる問題なので、しっかりとこの穴埋めのところ、あとは明示的とか暗示的とか、あとは、最後の方ですね、記述し、そして流布してはならないというようなところもですね、穴埋めとかでよく聞かれてきますので、そういったキーワード、しっかりと確認しておいてあげてくださいね。はい、ということで問い59は、5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い60番です。最後ですね。法に基づく行政庁による店舗販売業者に対する監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、都道府県知事は、知事なんですよ。知事は、薬事監視員に、薬事監視員いましたね。に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品または不正表示医薬品などの疑いがある物品を試験のため必要な分量に関わらず全て集許させなければならない。いや、違うんですよ。全て集許じゃなく、必要最小分量に限り集許することはできるんですが、全て集許していくってことは誤りなので、A は×となります。はい、そしてあとは B、C、D は正解なので5番が正解となりましたね。はい、ということで、ここもですね、今回難しい問題はそんなにありません。ということで基本的なところが多いので、特に日本語で引っかかるようなところも多くございます。ということで、
前のホワイトボードのところに書いてありますように、こう何のことについて今言ってるのか、そういったところをしっかりと文章、確認しながらですね、読み進めていただくと間違いが少なくなるかなと思いますし、特に、こういうキーワードで出てきたときにはちょっとなんかこう丸とか印などをつけてですね、こういうところを今言ってるんだなというところを確認しながら解いていただくことも、間違いを防ぐ方法の一つになりますので、ぜひ試してみてください。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などにもお答えいたしますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。ということで本日も、動画をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。